パリ18区の1パリ18区の1パリの18区はフランスの首都パリ市を構成する20の行政区の一つである。第18区、パリ18区とも言う。市の北部にあり、セーヌ川の北側に位置している。モンマルトルの丘は有名。パリの18区は市の北部にある行政区。ビュットモンマルトル区と呼ばれることもある。セーヌ川の北の地域にある。北には ペリフェリックに沿う形で市の境界線が敷かれており、セーヌサンドニ県に接している。区内のモンマルトルの丘は、パリで最も高い地点であり、その頂からは、パリの眺望を楽しむことができる。人口は184,586人で、20区の中では2番目に多い、ドゥジャン通りのマルシェ風景、2015年。区の名称は、 市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして各区に付けられた番号を元にしており、東区はその18番目にあたることから18区と名付けられた。区南西部の小高い丘一帯はモンマルトルと呼ばれ、モンパルナスと共に芸術の街として世界的に有名である。区内にはサクレクールジン、エスパスバリ、モンマルトル墓地、ムーランルージュなどがある。 18区の東側一帯は、観光地である、モンマルトル一帯とは様相を意にする。パリ北部から、東部一帯にかけて、元来移民の多い地域であるが、モンマルトルの東側地域、シャトールージュやバルベス大通り界隈などのいわゆるラ・シャペル一帯は、マグリブ諸国出身のアラブ系に加え、1990年代から、アフリカ系移民が多く暮らす街となっている。 パリ18区の観光外略図作クレクール人、パリ4区三ク島からの眺め観光客相手に、似顔絵を描く画家が集うテルトル広場18区は、パリの北部に位置している。セーヌ川の北の地域にあり、パリで最も高いモンマルトルの丘からは、南のパリ市街の眺望を楽しむことができる。面積は、6.01平方キロメートル。北は、 ペリフェリックに沿う形で市の境界線が敷かれ、セーヌ・サンドニ県の各自治体、北東はオーベルビリエに、北はサンドニに、北西はサントゥアンに接している。南は同じパリの行政区である9区と10区に接している。東は19区に接し、西は17区に接している。パリ18区のカルチエ小サイズパリの行政区は、それぞれ4つの地区に区分されている。 18区を構成する4地区の高度と名称は次の通りである。18区の人口は1931年に288,810人となりピークに達した。しかし、その後は減少を続け、1999年には3分の2以下の184,586人となった。20区のうちでは15区に次いで2番目に人口が多く、 1982年以降はパリの人口の8%台で推移している。2005年の推計では188,500人と見積もられており人口の回復が見込まれている。また人口の減少とともに人口密度も減り続けており、1999年の人口密度はピーク時の3分の2以下の3739人となっている。 20区のうちでは11区、10区に次いで3番目に人口密度が高く、パリの平均人口密度の1.3倍である。人口の推移の詳細は次の通りである。第18区役所真相なった拷問パラス1931年。経営者はレオン拷問だった。欧州随一の映画館であったが、閉鎖直後の1973年に取り壊された。 ムーランルージュがある、ブランシュ広場と、クリシー広場とに挟まれた、クリシー大通りとの交差点界隈、コランクール通り一番地にあった。隣接北側には、モンマルトル墓地。現在は、ホテルメルキュールパリモンマルトル。サクレクール寺院区内東側界隈ラシャペル通り16から18番地に、ある、サンドニドラシャペル教会とサントジャンヌダルク聖堂パリの、 広場は、しばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の、島を道路が周回するロータリー状上の交差点となっている場合が多い。中心の、島部分は、オベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、エトワール外線門があるシャルルド・ゴール広場は、世界的に有名である。18区の広場や、交差点には、次のようなものがある。 ムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会、ル・ムーランド・ラ・ギャレット。ありがとうございます。